ご紹介ありがとうございます。千葉大学の田中と申します。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね、ここにありますように、自己組織化エレクトレットを利用した作成が容易な振動発電素子ということで、私たちの最近の、技術をですね、ご紹介させていただきたいと思います。それで、まず本日の目次なんですけれども、最初に背景、序論としてですね、エレクトレット型の振動発電素子 VEG とは何か、あとは自己組織化エレクトレット SAE と呼ばせていただくんですけど、それは何かというものをご紹介させていただきたいと思います。で簡単に実験を内容を説明させていただいた後に、結果として自己組織化エレクトレットを用いた振動発電素子の初期特性だったり、あと安定性の評価結果をご紹介させていただきます。で結論の後にですね、最後に、企業様への期待だったり、本研究に関する知的財産、お問い合わせ先を、ご説明させていただきます。それでこちらの図はですね、いろんなワイヤレス機器の、消費電力と、横軸がカバレージですね、通信距離を示したグラフになっております。それで、ですね、もちろん、長距離を飛ばそうとしてあげれば大きな、消費電力、電力が必要なんですけども、例えば、ここですね、10メートル以下であれば割と、消費電力は低くて、もう10ミリワット以下でも良いとっていうことが分かります。でこれぐらいの、消費電力になってきますと、環境発電技術っていうのが使えるようになってきます。英語ではエネルギーハーベスティングというのでありもします。これはですね、その身の回りにある光とか熱、ラジオ波、振動などを使ってですね、電気エネルギーを得る技術です。で基本的には、ボタン電池の代わりになるだろうと言われている技術であります。センサーが多くばらまかれますと、そのセンサー全てに対して電池交換をすることは、現実的に無理だろうということで、こういった技術が注目されています。それで、いろいろ方式はあるんですけれども、一つ、プロミッシングだと言われていますのが、このエレクトレット型の振動発電素子 VEG と呼ばれるものです。で基本的には、こんな構造をしています。一言で言ってしまうと、コンデンサー型の素子です。エレクトレットとエアギャップですね、それが上部電極、ボトム電極にサンドイッチされたような構造になっています。ここでエレクトレットというのはですね、半永久的に電荷もしくは電気分極を保持して周囲に電荷を形成する物質です。例えばエレクトレットがこのように負に帯電していると、正の電荷が、主にですけど、このように誘起されます。このような状態で上部電極がその面外方向に振動するとですね、ここの静電容量が変化しまして、それに伴って外部回路に交流の電流が発生します。でこのようなタイプの、発電機は、振動発電素子の出力 P っていうのは、エレクトレットの表面電荷密度のシグマの事情に比例して、増加すると言われています。ですので、このようなタイプの振動発電素子を、の出力を向上させるためにはですね、このシグマっていうのを、どんどん高めていく必要があるというわけです。でこれまではですね、このエレクトレットを作るのは非常に大変でした。一般的にはこのような、誘電体薄膜にですね、数キロボルトという巨大な電圧をかけてあげて、無理やり電子を外部から打ち込んでエレクトレットを作成します。例えばその、ポリマーサイトップと呼ばれるものなんですけども、これを、用いたエレクトレットにおいてはですね、例えば、コロナ荷電を行うことで2ミリクーロンパースクエアメートルというシグマ、高いシグマを東京大学の鈴木先生たちが、達成されています。でこのようにこの荷電処理をコロナ荷電というんですけれども、このコロナ荷電自体はすごく 有力な手法なんですけれども、一方で、生産性を下げる一つの要因だというふうにも言えます。そこで我々はその製造プロセスの簡易化が必要なんじゃないかという考えになりまして、研究を進めているところです。で着目しましたのが、この ALQ3 という有機 EL の発光材料に使われる材料です。
で、この分子はですね、極性分子と言われるもので、双極子モーメントを持っています。で、私たちはこれの、この分子からなる薄膜の研究をずっとしてきているんですけれども、で、私たちの研究グループが見つけたことはですね、この、分子の薄膜を作ってあげると、その膜の表面の電位が膜圧に比例してどん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 増えていってですね、一切過電処理をしていないにもかかわらず560ナノメートルで28ボルトにもなるということを、見つけました。それで、光学的な手法を使って、この巨大な表面電位、私たちは、ジャイアントサーフェスポテンシャルということで GSP と呼ばせていただいているんですけれども、その起源はですね、ALQ3 の自発的な配光に起因するということが分かりました。つまりこの結果はですね、この膜の表面と裏面に正と負の分極電荷が存在しているということを意味しています。それで これらの測定結果から膜の表面電荷密度というものを求めてあげるとですね、だいたい 1.4 ミリクーロンパースクエアメーターという値になります。で、これはですね、だいたい先ほどの過電処理をした後のポリマーのエレクトレット、2ミリクーロンパースクエアメーターとご紹介させていただいたんですけれども、それと比較的コンパラブルというか、そういった値になっています。で、さらに研究は進めていまして、この表面の電位の安定性について調べました。で、これ縦軸がその表面の電位で、横軸が時間のログスケールでの時間なんですけれども、この表面の電位はですね、特に暗状態で真空中だとすごく安定だということが分かってきました。数値出してあげざっくり見積もるとですね、10% 減衰するのに大体10年ぐらいかかるというような結果を示しています。で、しかもこの、巨大な表面電位というのはですね、 ALQ3 特有のという分子特有の現象ではなくてですね、もう有機 EL で使われる材料、さまざまな極性分子で現れるということが分かってきました。つまりですね、言い方を変えれば、このように巨大な表面電位を有する材料群っていうの、発現する材料群っていうのは、過電処理がいらずに勝手に帯電した膜ができるということで、もう自己組織化エレクトレットと呼ぶことができます。で、これに関する私の研究の目的はすごくシンプルで、このような自己組織化エレクトレットを、これまで、有機 EL に材料、有機 EL に限られてたんですけど、これを振動発電素子へ展開することで、製造プロセスが簡易で高性能な新規デバイスを実現しようというものになっております。それで、簡単に、実験をご紹介させていただきたいんですけど、実験にはですね、その ITO と呼ばれる伝導性の基板の上に極性分子の薄膜を作成しました。そこから200マイクロメートル離れたところに振動電極を設置しまして、周波数大体 50Hz、 振幅80ミクロンで振動させました。で、大体電極の面積はですね、28ミリスクエアメーターになっております。で、この薄膜の表面電位を測ったり、振動によって発生する電流を測ったりしました。それでは、じゃあ結果に移らさせていただきます。最初は、初期特性についてです。で、まずこちらはですね、表面電位の膜圧依存性を示しておりまして、単位はナノメートルになっています。で、ごく薄い領域においては、あまり表面電位出てないんですけれども、50、70と増やしていくにつれて表面電位がどんどん大きくなっているのが見て取れます。で、この薄膜、こちらがですね、電流の時間依存性でして、電極の周波数を 50Hz に、設定しましたので1周期がだいたいこんなものになります。で、まずこの薄膜、膜圧、70ナノメートルの薄膜の、発生電流を測定してあげますと、これぐらいになります。ほとんど発生していないということが分かります。で、さらに膜圧を厚くしてあげると、だいたい 0.8 ボルトぐらいに到達するんですけど、その時に発生する電流を測ってあげるとこうなります。で、
要するにですね、これが私が本日一番お見せしたい、結果でして、ALQ3 っていう極性分子を用いることで、過電処理を一切必要としない振動発電素子が実現できたということを意味しています。で、さらにですね、膜圧をどん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 増やしていきますと、だいたい200ナノメートルで2ボルト程度に到達するんですけれども、それに伴ってですね、電流もどんどん増えていきます。それで、こちらの結果は、発生した電流の実光値ですね、と、表面電位の関係を表しているんですけれども、完全に比例、関係が成り立っているということが見て取れます。つまり、今回ご提案させていただいているその ALQ3 を使った振動発電素子というのは、間違いなくその ALQ3 が持つ表面電位によって駆動しているということが言えます。で、さらに最近では研究も進めておりまして、静膜速度の依存性を取ってみました。こちらがその結果で、縦が表面で横が膜圧で、これは先ほどお見せした結果なんですけれども、縦軸の縮尺を少し変えています。で、この時は 0.2 オングパーセック、オングストロムパーセックというレートで静膜したんですけれども、静膜速度を上げることで、このようにですね、表面の電位が静着速度に伴って増加していくということが見て取れます。で、同様にですね、その振動に伴って発生する電流っていうのもレートを上げるにつれて増えていきます。で、これからその静着速度を上げることで、その ALQ3 振動発電素子の性能を向上させることができるということが言えます。で、ちなみにちょっと、理論は省かせていただくんですけれども、表面の電位からですね、その膜の、表面電荷密度っていうのをこの式から算出することができます。で、算出してプロしたのがこちらで、表面電荷密度の、静膜速度依存性になっています。先ほど申しました通り、静着レートを上げるにつれて、表面電荷密度が向上しているということが分かります。この時は3.7倍ですね。で、さらにですね、で、3.7倍って聞くとそんなもんかっていう感じもするかもしれないんですけど、序論で申しました通り、その出力っていうのはシグマの二乗に比例しますので、大体実際にこれで振動発電素子を作ってあげるとですね、約14倍の出力が期待できるということを意味しています。で、ですね、これまではこういった測定っていうのは、逐次静着といいまして、微量に静膜して測定して、微量に静膜して測定してっていうのを繰り返していたんですけれども、連続静着、一度に静膜して表面電位を測るという手法を試してみました。で、そうするとこのようになってまして、ちょっとまだばらつきが多くて、いいところは問題なんですけれども、このようにですね、連続静着をすることで素子の表面電荷密度がさらに向上したという結果も得ています。で、こちらの結果はですね、ALQ3 という最も代表的な有機 EL 材料について行った実験結果なんですけれども、TPBI という極性分子、これは有機 EL においては電子輸送材料という使われ方をしているものなんですけど、これについても同様の実験をしてみました。で、こちらがその結果でして、こちらが、逐次静着の測定結果で、だいたい ALQ3 と比較し4.8倍になってますし、連続静着の場合も、はですね、7.4倍という高い、表面電荷密度を実現できています。これらの結果から分かることはですね、もう一般的にその極性分子の表面電荷密度っていうのは、静膜条件で制御が可能だということでございます。で、次にですね、過電処理が不必要な振動発電素子が無事できたんですけれども、安定性のはやはり課題になるかなと思って、それに関する研究も進めています。残念なことにですね、これは ALQ3 を用いた場合の素子の電流密度の時間依存性でして、大気中で光が当たるような環境に置いておくとですね、発生する電流がどん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 下がっていってしまいます。で、こちらはその電流の実光値の時間依存性でして、大体もうたった
200秒といかないぐらいで 50% ぐらいまで減衰してしまいます。でちなみに実践は、ALQ3 の表面電位の減衰でして、まあ、連動して、落ちているっていうのが分かります。でですね、そうですね、大気中の光照射っていうような環境下ではその表面電位と発生電流が時間とともに減少していってしまいます。つまり、発電しなくなっているっていうことを意味しています。で原理をいろいろ考えまして、まあ、発見当時から言われていたことではあるんですけれども、こちらはそのメカニズムをここで、簡単に説明させていただきたいんですが、 ALQ3 の、エネルギーダイアグラムになっています。これは、まあ電極の仕事関数で、ALQ3 の、ホモ、まあ、過電子体みたいなものですね。でルモ、電導体みたいなものですね。それが、あってですね、で表面に分極電荷密度がいて、ある程度の電荷がかかっているというような状態になっています。でこのような状態の膜に光が当たると分子が光を吸収してですね、励起子ができます。でその後分、励起子がその内部電解によって分離するんですが、そうすると電子が表面の方に行って、ホールが、裏面の方に行って、結局ですね、膜の表面の電位を打ち消してしまうんですね。で実際に、例えばこれ表面電位の時間依存性なんですけど、 ALQ3 にいろんなエネルギーの、いろんな波長の光を当ててあげますと、ALQ3 が吸収する光を当てるとすぐに表面電位なくなるんですけど、吸収しにくい波長の光を当ててあげるとなかなか減衰しないという結果が得られています。ということで、長持ちさせるためには分子光を吸わなければよいということで、ALQ3 よりも光学バンドギャップの光を吸収が大きい、つまり光を吸収しにくい TPBI という分子を用いて実験を行いました。こちらがその TPBI 薄膜の表面電位の環境安定性を示す表でして、例えばいろんな環境で測定したんですけど、例えば真空中の暗状態であったり、室内光照射下の真空中であったり、で大気中の暗状態であったり、大気中の室内光照射下であったり、いろんな環境で表面電位の時間依存性を調べてみました。で見ていただければ分かる通り、真空中とか真空中大気中に関わらずですね、暗状態であれば表面電位はかなり安定していると言えます。それ で室内光照射下ではだいたい1時間でどちらも 0.1V ぐらい表面電位が下がってしまうんですけれども、 ALQ3 に比べたらかなり長いということ いう結果です。ということで、実際に、TPBI を用いた発電振動発電装置を作成して ALQ3 の寿命と比較してみました。でそうすると TPBI の場合はこんな感じになってまして、だいたい 50% 減衰時間が2倍以上になっています。でちなみにですね、この実験は積極的に光を当てて、強い照度の光を当ててあげて、加速させてる加速劣化試験だと、思ってください。実際そう、加速劣化試験です。で、例えばこういう室内光ぐらいの強度の光の中でその寿命を比較しますと、ALQ3 は、こんな感じで減衰していくのに対して、TPBI は、こんな感じ。だいたい 10% 減衰時間で比べて50倍程度改善しているということがわかります。つまりそのやっぱりワイドギャップ材料である TPBI を用いることで超寿命化を実現、できたということを示した結果でして、当初の予想、見積もりが通りの期待通りの結果が得られたということですね。でさらに最近ではですね、実は、ALQ3 と TPBI の混合膜も用いたりしておりまして、でそれを用いるとさらに超寿命が実現できます。でこれにもいろいろ面白い物理はあるんですけれども、今日は、詳細を割愛させていただきます。で最後に結論なんですけれども、すごくシンプルで、自己組織化エレクトレットを、振動発電素子のエレクトレットとして使用しました。でその結果ですね、過電処理を一切必要としない振動発電デバイスを実現することができました。でこの自己組織化エレクトレット SAE の利用というのはですね、その従来開発 その延長線上にない新しい振動発電素子の、設計指針だということが言えます。
でまた、このようなですね、有機エレクトロニクスの技術を使ってですね、製造プロセスが簡易で高性能な振動発電装置を、実現していきたいなと思っております。で実用化に向けた課題もいろいろとございまして、高表面電荷密度化、長寿命化は必須です。あとはですね、製膜プロセスですね、実際今は真空蒸着という方法を使っているんですけれども、ちょっと比較的、低コストとかが比較的困難なプロセスなんですね。これをどうにかして変えたいというところがあります。あとはですね、その実用化を視野に入れたデバイス構造の提案と施策もやっていかなきゃいけないなと思っております。なのでですね、これらの課題が、企業の皆様に、期待するところでございまして、大きく分けて4つあります。で、新規材料開発、新規製膜プロセス開発、デバイス化、あとニーズ応用先の検討といったところですね。まず新規、材料開発につきましては、ワイドギャップ材料であったり大きな双極子モーメント保持材料などを、合成していただけるとすごく助かります。あとは製膜プロセス開発ですね。実はその有機分子は、いろんな溶媒に溶けますので、インクにしてですね、その塗布であったり、印刷プロセスであったり、そういった技術を使って製膜することが可能です。で、ほとんど今までこの極性分子をこういったプロセスで製膜したことがありませんので、詳細な、研究はこれからなんですけども、一緒にやっていただける企業さんがいらっしゃいましたら、助かるなと思っています。あとはデバイス化ですね。今は、ほとんどモデル素子と言われるようなもので評価しているんですけど、実用化を視野に入れたデバイスの提案だったり作成をしていただけると助かります。あとはニーズの調査、応用先の検討ですね。これが、非常に重要だと考えています。冒頭で述べました通り、ボタン電池の代替とか、その長寿命、それを長寿命化するために振動発電装置っていうのは開発されています。で、応用先は、極めて広いんですけど、そのせいで的を絞りきれていないっていうところがあるんですね。で、的によって素子の構造とか要求仕様が、大きく変わるので、そのニーズの調査はもう極めて重要です。で、ちなみに、この自己組織化エレクトレットはいろんな、構造の振動発電素子に適用可能です、適用可能ということは、お伝えさせていただきます。はい。で、本研究に関する知的財産ですが2件ありまして、おととし、出願してさせていただいたものと、去年出願させていただいたものですね。で、最後にお問い合わせ先は、千葉大学先進科学センターの私か、もしくは千葉大学の、産業連携研究推進ステーションの産学官連携コーディネーターの山中さんまで、コンタクトしていただけると幸いでございます。はい、以上となります。ご清聴ありがとうございました。